皆さんこんにちは、ビンイスケです。今回紹介するのはパイロットから2020年12月頃に発売しました、万年必要のカートリッジインキが使えるスペア式サインペンを紹介していきたいと思います。こちらの製品なんですけども、透明軸のものを購入してきました。その他に黒軸、赤軸などがあるんですが、中のインクが見えるようになっているのは透明軸だけですので注意してください。中身はですね、こういった形になっていまして、なんと最初からインクが4本ついていまして、透明軸についてはブルーブラックが入っています。最初から先端は付属しているんですが、替え用にもう1本ついていますので長く使えますし、ペン先自体も3本100円ほどで売られていますので、インクを変えた際にも問題なく使うことができるかと思います。裏面はこういった形になっていまして、使用方法はかなりシンプルなので、実際に動画をご覧になってみてください。ちなみに黒軸、赤軸、透明軸とあるんですが、万年筆書くのなどに使えるこちらのパイロットのカートリッジインクがございますので、こちらはですね、ブラック、レッド、ブルーブラックの他にブルー、グリーン、バイオレット、ブラウン、ピンク、オレンジ、ライトブルーなどがございますので、お好きなカラーから選ぶことができるかと思います。それでは実際に開けていきたいと思います。はい、透明軸の外観はこういった形になっていまして、とてもシンプルなデザインになっています。先端はキャップになっているんですが、カチッと止まるタイプではなくて、奥に回転させてキャップを閉める形になっています。万年筆のように回転式になっていますので、筆箱の中やバッグの中で開かないので、インク漏れの心配などはなさそうな感じです。それでは実際にインクを交換してみたいと思います。ペン軸から上の首と言われる部分を外しまして、インクを用意しまして、こちらの透明の部分を上にして、そして首にセットしていきます。インク漏れを防ぐためにペン先を上に向けた方が良さそうな感じですね。それではいきます。次にチップを下に向け、2、3分ほど経過すると使えるようになるとのことです。もうすでに結構染み込んできましたね。待ってる時間を利用して重さを測っていきたいと思います。持った感じはとても軽くて、カートリッジを装着した状態で重さは 11.87g ですので、かなりペンとしては軽い感じですね。ペンの全長は 120mm ほどで、軸キャップは樹脂製となっています。それでは 2、3 分ほど経過しましたので、ノートを使って書いていきたいと思います。ちなみにペン先は 0.6mm ほどで、太さは中字となっています。色はですね、ブルーブラックということなんですが、かなり青みが強い感じですね。書いてる感じはとても滑らかで、ペン先の引っかかりなどはなくてですね、とても滑らかに書くことができています。気になる点はペンを収納する際にペン先がキャップについてしまうと少しインクがついてしまうので、この辺が注意が必要な感じがしました。はい、ということでこの動画は以上になります。パイロットから2020年12月頃に発売しましたスペア式サインペンをレビューしてみたんですが、黒軸と赤軸についてはインクの色を確認することはできないんですが、透明軸についてはインクの色を確認することができますので、かなり便利に使うことができるかと思います。また万年筆の書くのなどに使っているインクなどはこちらのスペア式サインペンに使えるかと思いますので、少し変わった色でおしゃれに水性ペンを使いたい方はおすすめの文房具かと思います。また売り場は黒軸、青軸、透明軸とあるんですが、透明軸の数がですね、デフォルトの状態で一番多くなっていましたので、メーカーとしては推したい製品なのかなと感じました。もし興味がある方はお近くの文房具店で探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。